せる。どうしても全国大会に出場したい清水 FC は後半まだ怪我が完全に治っていない若林くんを潰しに来た。うわっ、うわっ、先制点は俺たちだ。頑張りもそこまでだ。くれ、俺をなめるな。しかし若林くんは再発した怪我をこらえながらも懸命に南葛ゴールを守ってくれた。そんな若林くんの頑張りに刺激された俺は立て続けにゴールを決めたんだ。やったー、優勝だ。南葛優勝決定。静岡県代表として全国大会に出場するのは南葛 FC に決まりました。素晴らしいライバルたち。ほんと大したやつだぜ。全試合連続ハットトリックなんてとんでもない記録を作りやがって若林くんがゴールをがっちり守ってくれたからできたんだよ。それより足の怪我の方は大丈夫？ああ完敗だな。結局俺たちは翼、若林の両方とも潰すことはできなかった。仕方ないさ、相手は1枚も2枚も上手だったんだ。あとは南葛に静岡代表として頑張ってもらおう。そうだな、よし、みんな整列だ。はあ、ありがとうございました。誠に微笑ましい光景です。両軍伝が互いに健闘を称え合っています。早速お父さんに手紙を交換知らせなくちゃ。やったな翼、ロベルト、第一関門突破したよ。皆さん、応援ありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞ、南葛。ついにやりましたね、姉子。姉子、翼に声かけなくていいんですか？表彰式に行っちゃいますよ。ええ、翼くん、優勝おめでとう。やよいちゃん、少年は。監督、あいつらを知っているんですか？武蔵 FC って言ってたけど。ああ、あの少年は確か三杉純。今少年サッカー界で一番将来を期待されているプレイヤーだ。三杉純。大空翼君、全国大会で君とプレーするのを楽しみにしてるよ。行こうか、マネージャー。え、じゃあね、翼くん。なにあの子、可愛い子ぶりっこして。結局偵察に来ただけじゃない。こうなったら、あめ子、暴力はいけないっすよ。暴力？誰が暴力を振るうなんて言ったのよ。え、ほんとそそっかしいんだから。こうなったら私も南葛のマネージャーになろうって言おうとしたのよ。それで翼くんと一緒に全国大会に行くんだ。やったー、姉子がマネージャー。全然似合わねえじゃ。なんですって。いや全員にやったな翼。うん、だが本当の戦いはこれからだ。うん、よし、全国大会でも優勝してロベルトとブラジルに行くぞ。いいぞ翼、その意気だ。ママさん、
今晩は腕によりをかけてごちそうを作るから先に帰って待っててね。さて、買い出し買い出し。ほら、つばさん、つまみ食いなんてするんじゃありません。もう、あと少しでできるからおとなしく座ってなさい。だって腹ペコなんだもん、早くしてよ。うるさいわね。母さん特製のビーフシチューは煮込めば煮込むほど美味しくなるの。もう十分美味しいよ。そう？うん、いける。あ、お母さんだけずるい。俺にも俺にも。もうしょうがないわね。まったく食いしん坊は誰に似たのかしら。もちろん母さんだよ。いって、もう少し煮込むわ。あ、そんな。この家族の幸せを俺は壊そうとしてるんじゃ。ロベルト、どうしたの？いや、なんでもないよ。わかった、ロベルトもお腹が空いたんでしょう。あなたと一緒にしないの。さあ、ご飯にするから手伝って。やった。じゃあシチューよそってテーブルに運んでね。はい。どうしたんだ。松山君たちも決勝に進出したよ。松山？ああ、富良野小野か。うん、たった11人のチームなのにすごいよね。北海道か、いい町だったな。うん。が負けるのか。フラナショー、あと少しだぞ。キャプテン、頑張ってください。キャプテン、あっと、これはファウルか。いや、試合終了だ。岬が抜けた穴をみんなでよくカバーしたな。うん、でもあいつと一緒に全国大会出たかったな。ああ、岬は俺たちと一緒に頑張った仲間だもんな。どうしている、美咲。俺たちは勝ったぞ。完成だね、父さん。また違う土地へ行くの？ああ。
お前も全国大会が終わって2学期になったらまた別の学校だ。友達に伝えておけ。うん。全国大会を諦めろ。冗談じゃない。それじゃ何のために苦しい練習に耐えてきたのかわからないじゃないですか。落ち着きたまえ若林君。しかし今君は大事な成長期だ。無理はいかん。試合に出ればまた足が悪化する。完全に治るまで我慢しなさい。君にはまだ先があるんだ。今回は諦めた方がいい。天才キーパーが聞いて呆れるぜ。俺のシュートに反応すらできやしねえ。俺にはどうしても全国大会で借りを返さなければならない奴がいるんです。ん？あいつだけはどんなことがあっても。どうした翼、そんなボールもトラップできないのか。ごめんなさい。ねえロベルト、何かあったの？いつもと違ってイライラしてるよ。休憩にしよう。え？呼び鈴鳴らしたのに出てこないから心配して。それで？そうだったの？たく、いつもは親父好みの演歌しか弾かないくせにポップスなんか聞いちゃってさ。おまけに編み物までして、熱でもあるじゃないですか。ねえ、大きなお世話よ。それより何のよ。忘れちゃったんすか？中鉄の応援団と全国大会の応援についてのミーティングじゃないですか。ああ、すっかり忘れてた。これだもんな。翼、どうしてもブラジルへ行きたいか。どうしたのさ、今さら。お前がブラジルへ行けばママさんは一人ぼっちになってしまうんだぞ。それでもお前はブラジルに行くか。え？この頃思うんだ、お前はブラジルへ行かずにこの日本でみんなと一緒にサッカーをしてた方がいいんじゃないかって。ロベルト、俺は…若林くん、翼、話がある。全国大会に出られない？思ったより怪我の具合が悪いんだ。だから俺は治療に専念する。そうか。そこでお前に頼みがある。何？俺が抜けても日向小次郎の明和 FC と対戦するまでどうしても勝ち抜いてもらいたいんだ。若林君、あいつにゴールを奪われた借りをどうしても返したい。いや、返さなきゃならないんだ。明和戦までには必ず足を直してみせる。だから頼む翼。それまで絶対勝ち抜くよ。そうか、ありがとう翼。
どうした？この程度の暑さに負けちゃ全国大会は到底勝ち抜けないぞ。すいません。よし、もう一度。はい。やはり若林の欠場のせいですかね。みんな元気がないのは。ああ、俺たち同様みんなも感じてるんだろう。若林がいなくなった時のチーム力の低下を。確かに若林は守りの要であるとともにチームをまとめるキャプテンですし、それが試合はおろか東京にも行けないとなるとイレブンの士気にもますます影響するでしょうね。でもその中にあって相変わらず元気なのは翼と。どんな時でもマイペースの岬。それ分かる。翼くん、オッケー。それ、はっ、ちぇー、やったー。だったらあんなのも取れないのかよ。若林の抜けたとはおめえしかいねんだぞ。それとガッツ石崎ですか。若林くんのためにも全国大会は絶対負けられない。ママさん。何、ロベルト。ママさんは翼と離れて暮らすことになっても寂しくないんですか。またその話。前にも言ったけど、できればずっとそばにいてほしいわ。でも今は自分の夢を果たすために脇目も振らず何も顧みず突き進んでくれた方が私は嬉しいの。ママさん、俺は何を迷ってるんだ。家族みんなが賛成してるのに、俺がブラジルに連れて行くと言い出したくせに。え、新キャプテン。いいか、みんな、出場できない若林のことをうだうだ考えていても何もできやしない。今はこのメンバーで頑張るしかないんだ。じゃあ今から発表するぞ。南葛 SC 新キャプテンは大空翼。俺が。やったな翼。翼くんなら適任だよ。翼か。より明るいチームになりそうだ。いいか、今日から翼新キャプテンを中心に新しい南葛 SC のサッカーをしていくんだ。はい。翼、新キャプテンの挨拶だ。え、参ったな、急に言われても。よ、キャプテン。翼くん、しっかり。わかったよ。じゃあ一言、みんなで日本一になろう。あ頼んだぞ新キャプテン。若林さんの抜けた分俺たちは余計に点を取らなきゃならないんだからな。うん、よし、新キャプテン誕生祝ってもう一練習だ。あ、残らないように頑張るのよ翼。うん、じゃあ翼。どいたどいた、早く早く。いや、団長さんたちも来てくれたの。何してんすか姉子。早く渡さなきゃ。たく、俺たちにはどやつけてばっかりいるのに。翼の前だと急にしおらしくなるんだから。なんですって。姉子、もう時間がないっすよ。分かってるわよ翼くん。これ、あ、ミサンガじゃないか。女らしいことなんか一つもできない姉子が全国優勝できますようにって願いを込めて編んだんだぜ。ちょっと下手くそだけど。一言余計よ。団長さん、ありがとう。ぴったりだよ。
怪我を治して必ず東京へ行くからな。